パレスチナ自治政府はヨルダン川西岸地区及びガザ地区に存在したパレスチナ人による自治機関である。なお、1988年にパレスチナ国と国号を定めてから136の国がこれを承認しており、2013年1月3日にパレスチナ国への解明を宣言した。組織名は地域名のパレスチナから由来する。 日本政府は1988年にパレスチナの独立宣言を発表したパレスチナ国を承認していないため未だにパレスチナ自治政府と呼称している。なお、2013年1月3日にマフムード・アッバース議長が組織名をパレスチナ国に変更すると宣言し政党の一つファタハは国連オブザーバー名をパレスチナ国に変更した。 パレスチナ自治政府は、パレスチナ解放機構とイスラエルによるオスロ合意により、1994年に設立された。自治政府が安全保障と、文民統制を管轄する都市区域、文民統制のみ行う、返境区域がある。残りの地域のイスラエル人入植地、ヨルダン国、及びパレスチナ地区を結ぶバイパス道路はイスラエル、管轄区域である。 発足当初の1996年の第一回総選挙では、ヤーセル・アラファートが88.2%の得票率で、初代大統領に選出され、アラファート率いる対イスラエルオンケンハ・ファトハが、立法評議会選挙で、定数88議席のうち55議席という、圧倒的多数の議席を確保して、政権を運営していたが、援護採用や汚職が、 相次いだことで徐々に支持を失い、特に、アラファート死後の2006年に実施した2回目の総選挙では強硬派のハマースが第一党となった。アラファートの後継者として大統領に就任した、ファタハ議長のマフムード・アッバースとハマースの内閣は、たびたび対立し、2006年に、ガザ地区でファタハとハマースの武装組織が衝突し、ハマースは、ガザ地区を武力制圧した。 アッバースは、ハマースのイスマイル・ハニーヤを首相職から、解任したが、ハニーヤは拒否し、ハマース率いるガザ地区と、ファタハ率いるヨルダン川西岸地区は2007年以降、分裂状態となっていた。2014年に分裂状態が解消され、同年6月2日、暫定統一政府が発足した。イスラエルを含む多くの国家が、西岸地区の自治政府を承認した一方、 イランやシリア、スーダンはガザ地区の自治政府を承認した。2012年11月29日には国連総会においてパレスチナをオブザーバー組織からオブザーバー国家に格上げする決議案が賛成多数で承認され、国連では国家の扱いを受けることとなった。1967年に起こった第三次中東戦争以前の状態を パレスチナとイスラエルの境界にすることを基本とした。2015年9月10日には、オブザーバー国家の旗を国連本部前に掲揚することを許可する決議案が賛成多数で可決され、2015年9月30日、パレスチナ自治政府の旗が掲揚された。現主は大統領で任期4年、パレスチナ人による直接選挙で選出される。立法機関は、 パレスチナ立法評議会である。定数132名で、任期は4年、大選挙区制を採用している。行政機関は、首相率いる内閣が組織する。任免権は大統領にある。2014年6月2日、ラミ・ハムダラを首相とする、暫定統一内閣が発足。ファタハ、ハマース双方が認める内閣が成立したのは、ハマースが、 ガザ地区を制圧した2007年以来となる。などヨルダン川西岸地区の中核都市ラマッラー2010年8月31日、国際連合貿易開発会議は、パレスチナ支援に関する年次報告書を公表した。同報告書によると、パレスチナ占領地の GDP は2009年に6.8%、成長した。しかし、 一人当たりの GDP は2000年に比べ30%低下している。また、失業率は前年比1.6ポイント減少しているものの依然30.1%の高水準である。食料安全保障の問題について同報告書はパレスチナ経済にとってイスラエルのガザ地区への軍事攻撃と西岸地区への経済封鎖が大きな足かせとなって 大きな影響を与えていると指摘している。また、民間部門の回復が特に遅れていることも指摘している。その原因が、イスラエルの占領地内での移動や越境規制にあることも強調している。パレスチナの貿易赤字は2008年の GDP 比57%から2009年には59%に増加している。この中で、対イスラエル貿易赤字が、 全体の貿易赤字の65%で比率が大変大きい。中央銀行の代わりとしてパレスチナ通貨局が置かれている。権能が非常に制限されており、最後の貸し手となれず、肯定部合の自主権がなく、また為替相場に介入できない。パレスチナの銀行はイスラエルの手形交換所に直接アクセスできず、イスラエルの銀行が代行している。 パレスチナの銀行は代行してもらうために巨額をイスラエルの銀行へ預金している。民族はアラブ人。宗教はイスラム教が多いが、東方正教会も有力なマイノリティとして存在する。西岸地区に約280万人、ガザ地区に約170万人、イスラエルのパレスチナ人口が約150万人、他の地域に約513万人。 また、パレスチナ難民が、アンルアの資料で520万人いるとされている。ありがとうございます。